さすがはキング、キレある動きながらフォームは美しい。まずい。頭からスポンジ。実に愉快だ。料理長を呼べ。はい、私が料理長ですが。貴様か。はい。こんなもの客に出せるレベルではないわ。いいか、この豚バラ肉は出来損ないだ。この煮込みの足りないゴリゴリとした歯触り、それに皮もついていない本物の豚バラ肉なら、口に入れた瞬間に脂身がとろりと溶け、赤身がしっとりとほぐれるはずだ。その感じがまるでない。下げろ。申し訳ありません。全部食べてから言ってんだよな。次の料理を持ってこい。はい、こちらツバメの巣の春巻きでございます。ほう。ツバメの巣でも何でもないわ。本物のツバメの巣というのはな、海辺の断崖絶壁に岩ツバメが自分の唾液と海藻を混ぜて作った巣のことを言う。出来損ないだ。下げろ。申し訳ありません。最初の一口で分かんだろ、そんな。次の料理を持ってこい。はい、こちらフカヒレの小籠包でございます。おお、フカヒレを小籠包で包むか。面白い。ありがとうございます。うわ、うめえ。何これ。ジューシー。本物のフカヒレの小籠包ならば、噛んだ瞬間に煮こごっていたスープが飛び出てくるはずだ。その感じはまるでない。すいません。入ろう。申し訳ありません。途中うめえっつったよな、ちょっと。次、デザート持ってこい。はい、こちら宮廷風杏仁豆腐でございます。おう。幸せ。器がないって俺は。これを逆に出すか、貴様は。それでも料理長か。こんなものコンビニに売っている杏仁豆腐と大した違いはないわ。実に不愉快だ。はい、すいません。あの、レジはあちらですので。おう、貴様この程度の料理で客から金を取ろうというのか。少子。いや、でも全部食べてましたし、味なら最初の一口で分かると思うんですよ。ね、なんか途中うめえとか幸せとかしたじゃないですか。あとほら、タッパーもなんか詰めてましたし、お代はいただかないと困るんですけど。ほう、大口を叩きよって。よかろう。ではまた明日同じ時間にわしが来てやろう。その時までにせいぜい腕を磨いておくことだな。ちょっと待ってください。明日じゃ困るんですよね。あの、お代は今日いただかないと。で、明日来ないと思いますし。なるほど。一日では時間が足りないというか。ならば一ヶ月後、同じ時間に究極のラーメンで勝負だ。その時までにせいぜい腕を磨いておくことだ。ちょっと待ってください。え、何言ってんすか。何すか、究極のラーメンで勝負だって。違うんですよ。お代は今日いただかないと困るんですよ。これ払えないだったらもう警察に言いますよ、もうこれ。じゃあだから払えないだったら警察呼びますよっていうの。そうそう、こうです、こうです。そう。これですよ。呼びますよ、それ。うお！今になってフカヒレの旨味が口いっぱいに広がって、まるで、
口の中は太平洋だ。うまい、うまい。これが狙いだったのか。わしの負けじゃな。何言ってるんですか。なんかわしの負けじゃな。払ってってくださいよ。ねえ、もういいですよ。じゃあ払いられたらもうちょっと皿洗いしてけ。皿洗い。おお、これだよ。皿洗いしてけよお前。もう金払えるんだったらしてけよお前。よかろう。その究極の皿洗い勝負受けて立つ。日時は後日知らせる。その時までにせいぜい腕を磨いておくことだな。おい、けたたけたた。Subscribe now.